前回に引き続いて今回も JS コーポレーションさんが公開した大学ランキングを見ていこう。今回は私立大学のランキングやね。いいですね。私立大学は学費は高いですけど入りやすいので好きです。早速第1位からいこう。第1位は青山学院大学やったよ。なんだって、総計を抑えて青学が1位を取っただって。最初から波乱じゃないですか。今年のランキングは面白いよね。でも東京に住んでると青山学院大学が1位なのもなんとなくわかるよね。そうですね。渋谷の青山通りにあるキャンパスとかおしゃれすぎて直視できないレベルですからね。あの立地はたまらんよな。表参道も渋谷も歩いて行けちゃう。日本のおしゃれの中心にある大学やからな。大学がまたおしゃれなんですよ。通っている学生の皆さんもとてもおしゃれでお金持ちが多いんです。そうやんな。知り合いの青学卒の人があの大学はお金持ちのご子息御用達なのでって言っていたけど、そいつも渋谷に実家がある。なめてますね。周りがお金持ちすぎて自分がお金持ちだっていうことに気づけていないですね。それくらい感覚が狂うってことなんやろな。ちなみに青学の幼稚舎から入学してるから中学校から全部私立よ。そんな人でさ、自分お金持ちだって思えないんですね。もう言葉が出ないです。続いて第2位に行こう。第2位はなんと近畿大学がランクイン。え、マグロですか？なぜここでマグロが大人気なんですか？おい、マグロって言うな。ちゃんとマグロ大学って言いなさい。近畿大学は毎年14万人くらいが受験する大人気の大学なんやぞ。うわ、規模が飛び抜けてますね。とりあえずみんな近大を受けるんですね。結構入りやすい大学で知名度は抜群やからとりあえず受けるやろね。9割近い人が入学辞退してるけど。何ですかそれ、記念受験ですか？私立大学は複数受けるのが普通やし、近大は飛び抜けて受験者数が多いから当然のことやろね。そうなんですね。では第3位行きましょう。第3位は慶応義塾大学。ここできたよ、本命が。慶応様にしては控えめな順位でしたね。1位で当たり前だと思っていました。まあ慶応の場合は行きたくても行けない人が多いから仕方ないかもね。そうですね。行けない大学を人気投票で選ぶってあまりしないかも。では第4位行きましょう。第4位は明治大学やったよ。ここ数年の人気はすごいね。明治は私が受験生の頃から結構人気が出てきていて、確か新しいキャンパスができるとかで人気が出たんですよ。中野キャンパスかな。あそこはめっちゃ綺麗なんよね。駿河台キャンパスもやばいけども。昔はどういうイメージだったか知りませんけど、私たちより後の世代は明治大学ってとても洗練されてる感じです。コンサルで入った会社でインターンで明治の子たちを受け入れてた会社が多かったけど、みんな優秀やったな。明治の上の方の学生はとても優秀ですよ。本当に賢い人はその後東京大学の大学院に進学するんです。そういえば東大の院卒の子の中にそういう子がおったね。明治もなかなかやるな。そういえば第5位行こうってどんな感じだったんですか？第5位が関西大学、第6位が早稲田大学、第7位が上智大学、第8位が中央大学やったね。なるほど、早稲田の人気が落ちてきているのがちょっと気になりますけど、他は順当ですね。そうやね、早稲田はマンモス大学なのに6位ってのはちょっと危ないかもしれんね。いつか近畿大学が早稲田大学の偏差値を超えるかもしれませんよ。それはさすがに難しいやろけど、カンカン同率の一方を追い越すくらいはやれちゃうかもしれんね。私立大学のランキングも楽しかったです。また面白いランキングが出たらやりましょう。今は3月後半やから私立はもうとっくに試験が終わっている時期で、入学先が決まっている人も多いよね。みんなどこに行くのかな。第一志望に行けたらいいですね。第一志望に落ちて滑り止めの私立に行くことになっても、それで人生が確定することはないから安心してくれ。大事なのは入学してからの4年間ですよね。そうやね。そこでその他大勢と同じように遊びほうける人生を選ぶか、死ぬほど勉強して人生を変えるか、選ぶのは自分だ。今年大学に入学する皆さん、ぜひ勉強を頑張って人生を変えてくださいね。応援しています。ということで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。次回の動画も近日中に配信いたします。それでは次回またお会いしましょう。